大会に向けてやっぱかける思いは最後だしあったので、優勝できたことはすごく嬉しいです。まあ、強さのところと速さのところではどこのチームにも負けないよう練習してきたので、まあ、そこは何本か出せてよかったです。県でもそうですけど、その全国を見たときにやっぱ留学生いたりだとか、やっぱその自分のチーム以外にもでかい人たちがいっぱいいるので、まあ、そこでは負けないようにボックスアウトを徹底してきたり、取った後のブレイクの速さのところを追求して、
りに行くっていうのは求められてることではあるので、自分のところにボールが来たら積極的にリングには行くようにして、今日出た新しい課題をチーム全体で改善して一番いい状態でウインターカップを迎えられるようにしたいです。県大会2週間前ぐらいまでうまくいってますね。スタメン外されちゃって悔しいところが結構あったので、変わってる時にその交代した人よりも強くやろうと思います。勝ち切ることができたのは良かったんですけど、やるべきことができなかったっていうところがところどころあったので、それをインターカップまでに改善していきたいなと思いました。インターハイを終わってからその判断力のところがすごく自分の中で課題があって、自分が守られた時にどう周りを使うかっていうのが課題だったので、そこは気をつけながら練習してきて、簡単なシュートを落としてしまったりとかがあったんですけど、決めるところで決めたりはできたかなと思います。やっぱりチーム全員でやるスポーツなので、そこで誰か一人でも勝てちゃったり、気持ちが入ってないとそこでやられちゃったりとかもあるので、まずは出てるメンバーの5人から気持ちを高めて、常にモチベーションを高くして前を見てみんなで頑張りたい。さらに自分たちができることを増やしていって、技術面でもメンタル面でも強くなって、打倒王冠を目指して日本一取れるように頑張ります。